シャトルは、ホンダ技研工業が製造、販売する5ナンバーサイズのステーションワゴンである。趣味やレジャーを楽しむユーザーにあった独自の価値を最大限に反映させた車種として開発された5ナンバーサイズのステーションワゴンである。フィットシャトルの後継車種で、フィットとは異なる価値観を与えるために、フィットの名を外している。ベースのフィットと比較して、フロントマスクや、 インストゥルメントパネルなどに独自のデザインを施し差別化。ドアパネルとフロントフェンダーは三代目フィット用を流用している。2019年まではフィットやグレースと同じくホンダ技研工業埼玉製作所よりい工場で生産されたが2019年の改良モデルより同鈴鹿製作所に移管されている。ハイブリッドシステムは二代目フィットハイブリッドや ベゼルハイブリッドにも採用されている EV 発進が可能な1モーターシステムスポーツハイブリッド IDCD を採用。燃費は JC08 モード燃費で 34.0kmL、ガソリン車は同 21.8kmL をマーク。ラゲッジルームも拡大され5名乗車時で570リットル、鉱石を倒した状態で1141リットル。 最大加湿長は 1.840mm を誇る。高ナンバーハイブリッドタイプのステーションワゴンで、初の 4WD 車も設定されており、軽量、コンパクト設計のビスカスカップリング式 4WD システムを採用。パーキングブレーキは、室内空間を有効に活用すべく、フィットやグレースのサイドレーバー式から、左足一つで作動、解除できるフットリリース式に変更されている。 燃料タンクの容量は基本的に40リットルだがハイブリッドの FF 車のみ常実の JC08 モードでの燃費を実現すべく32リットルに変更されている。全身のフィットシャトル同様人と荷物を安全にそして先進の技術で運ぶというイメージをスペースシャトルになぞらえてネーミングしている。また今回はシャトルイコール コンパクトステーションワゴンというホンダ流の表現を顧客にわかりやすく伝えたいという意図もある。ありがとうございます。